防衛省が2024年度から建造に着手するとしている、新しいイージスシステム搭載艦に搭載されるガスタービンエンジンが、イギリスのロールスロイス製の MT-30 に決定されたとして、2024年5月30日にロールスロイスが明らかにしたよ。MT-30 はロールスロイスの船舶用ガスタービンエンジンマリントレントで、同社の航空機用ターボファンエンジンであるトレント800をベースとして開発され、出力は 36MW で 40MW を発揮するものもあって、日本の海上自衛隊護衛艦では最上型 FFM にすでに採用されているな。今回は海上自衛隊の新たなイージスシステム搭載艦のエンジンについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、イージスシステム搭載艦にはこの MT-30 が2機搭載される予定で、燃費を抑えるために、電動モーターも搭載するハイブリッド方式が採用されることになっているんだけど、出力に大きく余裕があることから、低速巡航時は MT-30 で発電された電力を利用したモーターによる電気推進で航行し、高速が必要となるときには別のガスタービンエンジンによる機械駆動を併用して強力な推力を得る。ガスタービンエレクトリックガスタービン複合推進方式シーオンバインドガスタービンエレクトリック&ガスタービンコグラグなど他の機関方式が採用される可能性もあると言われているよ。この新イージスシステム搭載艦には、これまでのイージス護衛艦に搭載されているフェーズドアレイレーダー AN/SPY-1 と同じ、ロッキード・マーティン製の LRDR ロングレンジディスクリミネーションレーダー長距離識別レーダーである。AN/SPY-7(V)1 が搭載されることになっているけど、そこに至るまでには紆余曲折があったんだ。AN/SPY-7(V)1 はそもそも地上配備型の国土防空ミサイル防衛用の対空捜索レーダーとして、弾道弾迎撃ミサイルである GBI グラウンドベーストインターセプターとともに、イージス艦に搭載されているイージスシステムを陸上に配置するイージスアショアに使用されるレーダーだね。近年、北朝鮮では弾道ミサイルなどの長射程ミサイル発射実験を盛んに繰り返すようになったが、その進歩が著しく日本列島への脅威が高まったことから高高度を飛翔する弾道ミサイルを撃墜するためのシステムの増強を望む声が広がったな。弾道ミサイルへの対処についてはアメリカ海軍が東西冷戦下の1960年代から着手していて、イージス武器システム AEGIS ウェポンシステム AWS が開発され、イージス弾道ミサイル防衛システム、イージスバリスティックミサイルディフェンスシステムイージス BMD システムが誕生したぜ。BMD においては海上配備システムと地上配備システムの整備に注力され、海上配備システムのプラットフォームとしてイージス艦が登場し、地上配備システムとしてはイージスアショアが考案されたわけだ。陸上に設置することによってイージス護衛艦ほどの人員は必要がないため、慢性的な人員不足に悩む自衛隊においては最良の BMD とされ、2018年7月30日に日本政府は、AN/SPY-7(V)1 を2機購入して、秋田県秋田市にある陸上自衛隊深夜演習場と、山口県萩市の陸上自衛隊睦見演習場の2カ所に、イージスアショアを配備する計画を発表し、2025年から陸上自衛隊が運用することを明らかにしたぜ。しかし、弾道ミサイル迎撃の際に地上から発射される多段式の地対空ミサイル SM3 の1段目となる、補助推進装置ブースターが演習場周辺の民家などに落下する可能性があることが示唆され、このブースターを演習場内へ確実に落下させるためには、高額な費用が発生するシステムの、ソフトウェアの修正が必要である上にそれだけでは不十分であることが判明したよ。その上さらに、設置を予定していた秋田、山口両県の住民に対して実施した防衛省側からの説明内容が不足したことや、ずさんな調査などの不手際が発覚するなどトラブルが相次ぎ、このままでは地元自治体の理解が得られないとして、2020年6月15日に当時の河野太郎防衛省がイージスアショアの導入計画を中止することを発表したんだ。2020年12月18日、日本政府は閣議決定において、新たなミサイル防衛システムの整備等及びスタンドオフ防衛能力の強化についてと題した中で、中止となったイージス・アショアの代替案について、イージスシステム搭載艦を新たに2隻建造し、それらを海上自衛隊が運用することを決定して公表したってわけ。防衛省ではイージス・アショア用に購入が計画されていた2機の AN/SPY-7 を、新たなイージスシステム艦に搭載する方針としたが、AN/SPY-7 は陸上設置用として開発されたために、アメリカ軍の水上艦艇における使用実績がなく、海上自衛隊のイージス護衛艦においても、AN/SPY-1 の使用実績しかないことから運用を不安視する見方が広がり、アメリカのレイセオンが艦艇用レーダーとして開発を進めている AN/SPY-6 を推す声が上がっていたね。しかし、アメリカミサイル防衛局とアメリカ海軍におけるイージス艦技術部門代表が、海上自衛隊のイージス艦に搭載されている AWS ベースライン J7、B 上において AN/SPY-7 を運用するソフトウェアを開発し、2021年1月27日に海上に配備された AN/SPY-7 を搭載した AWS ベースライン J7、B の試験において、BMD での目標の捜索追跡識別を実施する能力を有することが確認されたことから、イージスシステム搭載艦に AN/SPY-7 が搭載されることが決定されたぜ。AN/SPY-7 においては、2024年4月に宇宙空間にある物体を探知と追尾する試験も成功していることから、宇宙空間を飛翔する弾道ミサイルの迎撃に適していることが証明されているな。この高性能なフェーズドアレイレーダーを搭載するイージスシステム搭載艦は当初、弾道ミサイル迎撃を専門とする防空護衛艦的な存在になるとされ、当初の計画では基準排水量2万2000トン、全長210メートル以下幅40メートル以下とされ、海上自衛隊最大の護衛艦として誕生するはずであったが、海上自衛隊最大級の艦艇となることに対して、速度において既存のイージス艦や護衛艦艇との艦隊連携や、共同運用がしにくいとの批判が上がり、小型化して機動力を高めるように方針転換されたわけだ。結局イージスシステム搭載艦は、基準排水量1万2000トン、全長190メートル最大幅25メートルでマヤ型イージス護衛艦を上回り、軽空母化改修が進められている海上自衛隊最大の出雲型護衛艦に次ぐ大型艦となる見込みで、並走には5インチ単装砲1機、高性能20ミリ機関砲2機、12式地対艦誘導弾能力向上型、4連装発射塔2機、3連装単魚雷発射艦2機のほか、マーク41垂直発射システム VLS は2機128セル搭載され、弾道弾迎撃ミサイル ABMSM3 艦対空ミサイル SAMSM2 対戦ミサイル、07式垂直発射魚雷投射ロケット巡航ミサイルトマホークなどが搭載されることになったよ。そして、国土防空だけでなく護衛艦隊を構成する艦としても運用ができるように、既存イージス艦と同等の各種作戦能力と機動力が与えられることとなり、その他には現在の多様なミサイルに対し、常に対応可能とするために稼働率の向上が図られ、荒天時の荒れた海でも影響を受けにくい対応性を持たせられているんだ。さらにこの艦では長期間の洋上任務が前提とされていることから乗員の居住性向上が図られ、例えば段ベッドの上下にパーテーションを設けて疑似的に個室化するイメージ画像が公表されているな。また、中国やロシアが実戦配備している極超音速兵器への対応として、アメリカミサイル防衛庁 MDA が、開発中の対極超音速滑空体 HGV 新型迎撃ミサイルなどの将来の装備品も運用可能な拡張性にも考慮されているらしい。これら将来の装備品にはレールガンや高出力レーザーガンなども含まれているため、出力が大きいロールスロイスの MT-30 ガスタービンを2機搭載することでそれらの電力を賄うことができるとされているぜ。防衛省では、2024年度防衛予算にこのイージスシステム搭載艦整備費用として2隻分の建造費3797億円を計上していて、まず三菱重工業が1番艦の建造を担当して2番艦はジャパンマリンユナイテッドが担当するみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。空母といえば、ニュースなどでたびたび話題になるんだけど、そのおかげで形状をイメージできる方もたくさんいると思うんだ。実際、アメリカ軍横須賀基地には2011年の東日本大震災で友達作戦でも活動した空母ロナルド・レーガンが配備されているから、テレビなどの映像で目にする機会も多いはずだね。では強襲揚陸艦はどうだろうな。この艦艇は形こそ空母に似ているのだが、空母のように注目される機会は多くないらしい。目にする機会が少ないからか、強襲揚陸艦を空母と思っている人もいるかもしれないな。今回は、似ているようで全く違う空母と強襲揚陸艦について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。改めて説明すると、この3つの艦艇はどちらも同じようなフォルムをしているよ。航空機を運用するためのフラットの甲板を持つ大型艦艇だけど、実際には船の構造も役割も全く違っているんだ。3つの違いを一言で表現すれば、空母が敵を攻撃するための航空機用の洋上基地としたら、強襲揚陸艦は敵前に上陸を行う部隊の洋上基地ということだな。強襲揚陸艦の特徴は揚陸艦隊の指揮艦でもあり、ヘリコプター強襲艦でもあり、ドック型揚陸艦としてや貨物揚陸輸送艦の機能を併せ持っているということだぜ。つまり複数の艦種の能力を極力この一隻に集中させ、汎用性を与えることによってあらゆる作戦に柔軟に対応できる艦船になっているというわけだね。さらに敵の反撃を受けても兵力、車両、装備などのバランスを崩すことなく、強襲揚陸艦たった1隻でも上陸作戦を展開できるという自己完結能力を備えているんだ。こういった性能を持っている強襲揚陸艦は、揚陸部隊が搭乗できる居住スペースのほか、ヘリコプターやテルトローター機などの航空機を離発着させるための全通型甲板飛行甲板、それらを修理収容できる格納庫があるよ。また艦内で揚陸部隊を運用、支援するための車両を収容するスペースもあり、揚陸用船艇やエアクッション型揚陸艇を搭載、艦内から兵員や車両などを乗せて発進できるウェルデッキも設置されているんだって。これに対して空母は、艦載機の運用に特化した艦だな。21世紀に入るとテロや紛争が世界各地で起き、それを仲裁して監視する国連の平和維持活動 PKO、平和維持軍 PKF、湾岸戦争やアフガニスタン紛争のようなアメリカ主導の多国籍軍による軍事作戦、世界各地でしばしば発生する大災害支援などの活動には軍が投入されることが多くなってきたぜ。外国の地に軍事力による影響力を及ぼすパワープロジェクションは世界の警察官を自認していたアメリカ一国だけのものではなくなっているわけだ。以前はパワープロジェクションといえば、世界一強力な軍事力を背景として外国に干渉してきたアメリカの専売特許という感じだったよね。良くも悪くも、自由主義の危機と判断したら様々な国へ干渉し、内政干渉だと非難されることもしばしばだったんだ。ところがここ最近は、自国以外の国に軍隊を派遣し、力を行使軍事力を行使する国が増えてきたよ。古くは湾岸戦争、ごく最近はロシアのウクライナ侵攻だな。こういった背景を受けて近年需要が高まっているのが、揚陸作戦用艦船だ。正確に言えば、兵員やその資材武器や車両から燃料などの消耗品を含むを搭載して海外に展開し、部隊を揚陸できる艦船というところだな。空母は用途が限定されるし、保有するのにも経費がかかるため、不経済だとして所有しない国が多いらしい。対照的にマルチ任務に使用できる強襲揚陸艦やドック型輸送揚陸艦などの揚陸艦をもって使用している国は多いわけだね。実際の運用体制としては、空母は搭載している艦載機、空母を護衛する複数の駆逐艦などの水上戦闘艦、潜水艦、給油艦や補給艦で構成される戦闘部隊を編成するみたい。規模にかけても軍事力でも世界一であるアメリカ海軍艦隊を例にとってみると、日本では持つことができない原子力空母とその艦載航空団を戦闘部隊の主力として編成。空母は洋上で航空兵力による強力な攻撃力を有し、他の艦艇は空母で構成されるグループの一員として艦隊を防護支援する任務を受け持つんだって。こういったグループが空母戦闘群と呼ばれるものだな。1991年平成3年旧ソ連は崩壊し、鉄のカーテンがなくなり、共産主義が自由主義に負けたとも言われたよね。いずれにしても世界を二分していた冷戦は終結を迎え、これによって、米ソのような二大勢力による決戦の脅威がなくなったと多くの人々が胸をなで下ろしたことだと思うよ。軍備の削減を進める国々も増えてきたよな。そして空母の決戦兵器としての役割も薄れてきたわけだ。しかし、世界大戦こそ起こらなかったが、世界各地で地域紛争やテロが頻発するようになり、それに対応するため、また近年の中国の海軍力増強や、海洋進出が大きな脅威になっているため、再び洋上決戦兵器としての空母の役割が大きくなっていると見られるぜ。21世紀に入るとアメリカ海軍は大改革を行い、保有していた大艦隊をスリム化する一方でハイテク化を進め精密誘導爆弾を含む攻撃力、各種センサーによる情報収集能力、デジタルデータ通信システムなどによる兵器の運用能力などを飛躍的に向上させたよね。これによって原子力空母を中心とする空母戦闘群は強力な攻撃力を持つ艦隊任務部隊へと変化するとともに、名称も2006年頃から空母打撃群と解消されたよ。アメリカは現在、空母打撃群を複数保有し、常に洋上に展開させていて、つまり、いつでも世界の海に進出できるということであり、陸上へも力を及ぼせる軍事力を持つことを誇示することによって、アメリカの立場を示す任務を担っているんだ。5つの空母打撃群の戦力は小国家の軍事力に匹敵するとも見られているみたいで、ちょっと前は世界の警察官を辞任していたアメリカだから、その立場を示す必要があるんだろうね。アメリカ海軍のことを紹介すると、この海軍では、空母打撃群に匹敵する規模の遠征打撃群も保有しているぜ。特徴としては、揚陸作戦を含めた地上戦を主とする海兵隊と海上での対空戦及び対水上戦を主とする海軍部隊を統合し、マルチタスクに対応できる部隊ということだな。アメリカ海軍では、海軍の揚陸隊と海兵隊の海兵遠征隊は出撃命令が下れば即出撃できるようにペアとなって、待機しつつ緊急出撃態勢で待っているわけだ。出撃命令が下ると揚陸艦3隻に海兵遠征隊を乗せて揚陸即応軍として展開し、ここに水上戦闘軍と攻撃型原潜が加わって遠征打撃軍となるわけだぜ。この3つの運用上の違いを説明すると、遠征打撃軍は湾岸戦争のような大規模戦争の際に編成され、通常は揚陸即応軍が任務に当たるんだ。名前の通り、海外への派遣に運用される部隊なんだろうね。そしてアメリカが世界のどこかに軍を派遣しなければならないとき、使用される部隊の一つが揚陸即応軍なんだ。この部隊は出撃命令から5日以内に地球上の3分の2の沿岸海域に展開可能で、6時間以内には水陸両用作戦を実施できるという恐ろしい高スピードの機動性を持っていると言えるぜ。海兵遠征隊は海兵隊の作戦任務部隊としては最小規模で、人員は最大2200名で地上部隊と航空部隊、そこに兵站部隊が加わって統合作戦が可能になるという独立した作戦遂行能力を持っている部隊だね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2035年の F2 戦闘機退役開始に合わせて開発が進められている次期戦闘機は、同じく次世代戦闘機として BAE システムズテンペストの開発を進行させていたイギリスとイタリアとの間で、それぞれの研究成果を合体させて共同開発されることが決定し、2022年12月9日に3国による GCAP グローバルコンバットエアープログラムグローバル戦闘航空プログラムの設立が発表されたね。その GCAP を一元的に管理運営して各国企業の役割分担などを調整するのに必要な国際機関として、GCAP 政府間機関 GCAP インターナショナルガバメントオーガニゼーション GIGOJ5 が2024年中に設立される見通しとなっているぜ。今回はそんな日本の防衛省と IHI が開発したターボファンエンジン XF9 に世界が注目している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。防衛省では当初は、仮想敵国であるロシアや中国の強大な空軍力に対抗するために、それらが保有する戦闘機よりも圧倒的なハイスペックの戦闘機を保有することで、広大な日本の領空及び防空識別圏において航空優勢を維持する方針を立て、第6世代戦闘機に分類される国産戦闘機の開発を進めてきたよ。国産として国内企業のみによる開発にこだわる理由として、これまで航空自衛隊が運用する戦闘機には純粋に国産と呼べるものがなく、F4J ファントムや F15J イーグル、そして現在調達が進んでいるや F35 ライトニング2など、アメリカ製戦闘機を日本の国内企業が製作に応じる形でライセンス生産もしくは最終組み立てを行って調達する事例ばかりだったんだ。こうした状況で導入された戦闘機においては、機体の能力向上やシステム更新などの近代化改修が必要となった場合にはアメリカ政府の承認や主開発元であるアメリカ企業の協力が大前提であり、日本が必要とする能力向上を国際情勢に合わせ自由に更新することが実現できないってわけ。また、日本が主権国家としての安全保障政策の持続を可能とする観点から、軍事関連の技術や産業を維持育成しておくことが必要であり、情調整の観点からも複数の機種を同時に並行して運用する形をとっておくことが必要であるなどの理由から、国内の技術を中核とする新戦闘機開発を実施しておく必要があるとされてきたこともまた次期戦闘機を国産開発とした理由だったな。現在運用している F2 戦闘機について表向きは国産とされているが、そのエンジンは F2 戦闘機の原型となった F16 ファイティングファルコンに搭載されている。アメリカのゼネラルエレクトリック製の F110 を IHI 当時は石川島播磨重工業がライセンス生産したものであり、さらに機体の 40% はアメリカ国内のロッキード・マーティンの工場の生産ラインで製造された完成部品が、日本に輸出されて三菱重工業が組み立てていたため、国産戦闘機であるとして胸を張って主張できるものではなかったぜ。そこで防衛省では次期戦闘機に搭載される国産エンジンの開発を目指し、当時の防衛省技術研究本部後の防衛装備庁航空装備研究所は第一段階として IHI との共同で、運動性を要求される小型音速機用エンジンの基礎的技術資料を得ることを目的として、T4 練習機に搭載するターボファンエンジン F3 を開発したわけだ。そして、次には将来の次期戦闘機に搭載可能なエンジンを開発するための先進的な要素技術を実証するために開発された。先進技術実証機 ADX-TX に新進に搭載する XF5 を、やはり IHI に開発させたわけだね。XF5 はアフターバーナーを備えたターボファン方式のジェットエンジンで推力約5トン推力重量比は 7.8 対1であり、ジェットエンジンの性能を表す指標とも言われるタービン入り口燃焼機出口温度は1600度が計測され所定の性能を発揮して開発に成功したよ。防衛省技術研究本部と IHI では、この XF5 の開発成功をもとにして、2010年から次期戦闘機への搭載を目的とするエンジン開発に着手したがその際に、世界レベルのハイパワーを有し、戦闘機の高速性と高機動性に貢献する。単に大型化するだけでなく、エンジン形状をスリム化する、電動化する戦闘機に対し、搭載される電子装備品に十分な電力を供給するという3つのコンセプトが掲げられハイパワースリムエンジンと呼ばれることになったんだ。8年の歳月をかけて完成した XF9 のプロトタイプは2018年6月に防衛装備庁に納入され、各種性能確認試験が2020年7月まで実施されて、2019年4月10日には最大推力確認試験の様子が撮影された動画が公開されたよ。XF9 はいわゆるアフターバーナー付きの低バイパスターボファンエンジンで、その最大推力1万1000kgフィートでアフターバーナー使用時には1万5000kgフィートの推力を発揮することが確認されていて、これは F15 や F16 に搭載されているプラット&ホイットニー製の F100 エンジンと比較しても、遜色がないどころかそれ以上の性能を持っているぜ。エンジン内部の不安は3段で圧縮機は6段。高圧タービンと低圧タービン各一段によって構成され、タービン入り口燃焼機出口最大温度は1800度とされて F100 を上回り、また全長約 4.8 メートル入り口直径約1メートルと F100 よりも小さいな。そして、小型で小スペース化されたスタータゼネレータによって 180kW 級の大容量の電力を供給することが可能で、水力方向制御は後部に装着されている水力変更ノズル XVN31 によって、変更角度全周20度が可能らしい。この XK9 をロシアの最新鋭第5世代戦闘機スホイ57のエンジンでアフターバーナーと水力方向制御 TVC を備えた。2軸のターボジェットエンジン AL41F1 と比較してみると、最大水力 2×9500kgf アフターバーナー使用時は 2×15000kgf とされていて、大きさは重量 1608kg 全長 4.99m、直径 118cm、水力方向制御で最大変更角度は20度と、水力は同等ながら XF9 が一回り小さいんだ。また、アメリカの最新鋭第5世代ステルス制空戦闘機 F22 ラプターのエンジンであるプラット&ホイット2世のアフターバーナー付き2軸ターボファンエンジン F119 は最大水力 11800kgf アフターバーナー使用時 15900kgf で、タービン入り口燃焼機出口最大温度は1649度で XF9 よりも低く、その大きさは重量 1800kg 全長 5.16m 直径 120cm と XF センチメートルよりも大型で、水力方向制御には2次元水力変更ノズルが備えられているよ。そして同じ第5世代ステルスマルチロール戦闘機 F35 に1機搭載されているエンジンである、プラット&ホイット2世のアフターバーナー付き2軸ターボファンエンジン F135 は、最大水力 13000kgf アフターバーナー使用時 19500kgf タービン入り口燃焼機出口最大温度1980度。重量 1701kg 全長 5.59m 直径最大 117cm 燃焼機出口最高温度は1980度ということで、出力ではやや劣るものの XF9 の方がよりコンパクトなんだ。このように XF9 はまだ試作段階のプロトタイプとはいえ、アメリカやロシアの最新鋭第5世代ステルス戦闘機に搭載されているエンジンと比較しても遜色のない性能を発揮し、かつコンパクトであることがわかるな。これまで西側世界のジェットエンジンはアメリカのゼネラルエレクトリック GE、プラット&ホイット 2P&W、イギリスのロールスロイス RR の3社が君臨していて、自社ブランドの戦闘機用エンジンを持っていなかった日本の IHI が XF9 の開発に成功するに至ったのには理由があるぜ。実は、欧米3社のジェットエンジンの部品のうち10から 20% が日本製で、高圧コンプレッサー低圧タービン燃焼機ファンケースなどの他に、タービンとコンプレッサーやファンをつなぐシャフトなどは IHI の製品が優秀とされ世界でシェアは7割を占めるらしい。その他にもシャフトを支えるベアリングや炭素繊維に、ファンに使用されるチタンやニッケル元調合金なども日本製のものが使用されているなど、XF9 を開発できるだけの素地があったってわけだ。次期戦闘機開発が3カ国共同開発となったのも、イギリスの RR が XF9 と IHI の技術や日本企業の合金製造技術に注目したためと言われているけど、日本側からすれば量産化によるエンジン製造コスト低減が期待できるなど、日本単独で開発するよりもメリットが大きいとの判断があったと見られているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。